皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのレミです。今回は私の減薬状況について少し報告させていただきたいと思います。私は現在3種類の精神薬を服用してます。まず抗うつ剤のミルタザピン、レメロンとかリフレックスと呼ばれるものを15ミリ、そして抗うつ剤 SSRI のレクサプロを20ミリ、寝る前に飲んでます。でベンゾジアゼピン系抗不安薬のソラナックス、アルプラゾラムですねの 0.4 ミリを朝昼晩1錠ずつ飲んでます。ここまで話すとお薬に詳しい方は分かると思うんですが、ベンゾ飲みすぎでしょって感じなんですよ。で今の主治医とか産業医にはソラナックス1日3錠はさすがに飲みすぎだから、できれば減らした方がいいっていうふうにずっと言われてました。で便素系のお薬っていうのは皆さんもご存知だと思うんですけど、依存性や耐性があります。でさらに長期間服用して身体的に依存してしまってから急に減薬したり断薬してしまうと、ひどい離脱症状に襲われるケースがあるんですね。で最近この便素系のお薬の危険性について結構話題になってきていて、新聞にも取り上げられているみたいですし、海外のメディアではかなり取り上げられているようです。詳しくはベンゾジアゼピン情報センターというウェブサイトがありますので、概要欄にリンクを貼ってますので、そちらから情報を得てください。で私はベンゾ系のお薬であるソラナックスを少しずつ水溶液タイトレーションという方法で減薬をしています。減薬をスタートしたのは2020年の2月で、約5ヶ月かけて1日3錠飲んでいたうちの1錠を減らしてます。本当は3錠を、ね、均等に減らしていくべきだったんですけど、よくわからないで減薬を始めてしまったので、結局朝の1錠だけを減らすというやり方をしてました。今ベンゾを何錠か飲まれてる方はなるべく均等に少しずつ減らすようにしていた方がいいみたいです。でソラナックスの飲んでる時間帯ですが、これまでは朝9時、昼3時、夜8時半の3回に分けて飲んでいたんですが、今は朝の1錠は 99% くらい減らしたので、 1% しか服用してないので、ほぼ飲んでいないようなものです。そうすると昼と夜飲んでる分だけが残るんですね。でソラナックスの半減期が14時間なので、だいたい昼と夜の間隔を12時間ずつ空けられるようになるとちょうどいいかなと思いました。なので朝9時頃飲んでたものを8時くらいに早めて、でそれを少しずつ減らしていきました。そして昼3時に飲んでたものを5ヶ月かけてゆっくり早い時間にずらしていって、今10時半くらいに飲んでます。で夜の分が8時半のままです。朝の8時に飲んでるものはほぼ飲んでないようなくらいの量なので、10時半に飲んでるものをもう少しずつ早めて均等に朝8時半夜8時半と2回だけにしていきたいと思います。このやり方は私が自分の体調と相談しながら決めてるものなので、皆さんにね当てはまるかどうかわからないです。で薬には血中濃度の問題があって、そのバランスが崩れると精神薬の場合離脱症状を起こしたりするので、なるべく血中濃度を適正に保つように、一定の時間に均等の量を飲むっていうことが大事だったりするようです。なのでこの朝晩のソラナックスは両方を同じ量ずつ少しずつ減薬を進めていきたいと思います。ちなみに私のベンゾ服薬歴はメイラックス、マイスリー、ワイパックスですね。これらを前は頓服で飲んだりしてましたが、医師たちからベンゾをいろいろと飲むよりは抗うつ剤で治療した方がいいと言われていたので、今はソラナックス以外のベンゾ系のお薬は一切飲んでいません。長期でベンゾを飲まれている方は、急な減薬や断薬をしないようにかかりつけの医師や精神科に必ず相談をしてください。また
私のように発作や不眠に悩まれている方は、一時的にベンゾを飲まないといけない時期もあったりしますので、自己判断で薬をやめて悪化させないように気をつけてください。ベンゾの処方や原薬については、必ず専門の医師にしっかり相談をしてください。私の話に戻りますが、最終的にはソラナックスはゼロにしたいと思います。トータルで考えると原薬に年単位はかかってしまいますが、焦らずゆっくりやっていきたいと思います。抗うつ剤のリフレックスとレクサプロはその間は無理に減らさず、体調を整えるベースとして継続して飲んでいこうかなと思うんですけど、最近食欲と眠気が半端ないんですよ。多分リフレックスの効果が強すぎるということもあると思うので、リフレックスも原薬を考えてます。そこら辺のタイミングはまた主治医と相談しながら進めていこうと思います。でソラナックスの原薬をしたことによってどういう症状が出たかですが、離脱症状は今はないです。最初は眠気が覚めて体がすっきりして頭もクリアになった感じでした。で日中のだるさや眠気も取れてきて、減薬して逆に体調が良くなってる感じです。ただ減薬のペースを早めた時はやっぱりフラフラしたりそわそわしたりめまいやだるさに襲われることもありました。またちょっと無理をすると発作をぶり返したり、離脱症状っぽい動悸や過呼吸、筋肉や神経がビリビリする感じになって寝込んだ時もありました。それは確実に自分の減薬のペースが早かったり無理して活動してたせいなので、そういう時は減薬は進めずステイといって、しばらく同じ減薬した量を何日か続けて様子を見ます。体調が回復しなければ服薬する量を少し増やしたりして、調節してます。でそれで体調がこう安定してきたらまた減薬を再開するという流れでやってました。また友達との予定があったり、何か自分がこの日は体調を崩せないような予定が入っているという場合は無理して減薬を進めないようにしてます。それから女性の方だと生理前の症状がきつい、PMS に悩まされている方も多いと思うんですけど、 PMS なのかベンゾの減薬が原因なのかわからないこともあると思います。特に生理前は私の場合は体調を崩しやすいので、慎重に様子を見ながら減薬するという感じです。でついつい減薬がうまく進むと調子に乗って減薬ペースを早めちゃうんですけど、やっぱり体が追いついていかないので、そういう時は体とよく相談しながら、しばらく同じ量で様子を見てみようみたいなことをしています。水溶液タイトレーションという減薬方法もベンゾセンターのリンクを貼ってますので、知りたい方はそちらから情報を得てください。ベンゾ系のお薬で調べるとめちゃくちゃ怖いことばっかりネットに出回ってますので、それを全部読みふけってると精神的に病んでしまうので、個人的には正しい安全な減薬方法だけを知って、あとは怖い情報をあまり見ないようにした方がいいんじゃないかなと思います。とはいえ自己判断でいろいろと進めてしまわずに、何か不安なことがあれば必ずお医者さんに相談してください。で私が参考にしているベンゾ系の減薬について書かれているとても役立つ情報を発信されている方々のブログのリンクも概要欄に貼ってますので、そちらを読んでもらえれば、不安も軽減するんじゃないかなと思います。それから今度私がソラナックスをどうやって減薬してるかという動画も作ってみようかなと思います。ソラナックスって水には溶けにくいんですよね。なので私はツイッターで教えてもらったんですけど、お湯に溶かして飲んでいます。そういったことも動画であげたいと思います。ベンゾはね、長期連用してる方が自己判断で急に減薬したり断薬したりするとひどい離脱症状を起こしてしまう可能性がありますので、気をつけてください。かなりゆっくり慎重に減薬は、進めていかなきゃいけないのと、何かあったらすぐに主治医に連絡したり相談するようにしましょう。で産業医にはね、
抗不安薬とか睡眠薬とかはなるべく頓服程度にとどめるようにしていこうねと言われてるので、まあ、最終的には今みたいに、まあ、ソラナックスを利用するのではなく頓服として持ち歩くくらいに、まあ、していきたいなと思います。あと私は薬の専門家ではないので、まあ、他人の薬の処方についてはアドバイスはできませんのでご了承ください。今回の話もねあくまで私の体験談ですので、まあ、自分の薬の服用、増量、減薬などに関しては必ず主治医に従ってくださいね。ということで私のソラナックスの減薬状況と便属系のお薬についてお話ししました。ご視聴いただきありがとうございます。またねー。